こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。オーストラリアアマゾンのね、セラーセントラルで、この、バンクロケーションがね、オーストラリア以外のロケーションが出てきたんで、お、アメリカも受け取るようになったのかなと思ったらね、えー、そうじゃなくて、ハイパーボレットと、まあ、要は、えー、ペオニアとかワールドファーストみたいなサービスですね、えー。オーストラリアだとこのハイパーボレットと提携したようです。 で基本的に、まあ、どこ使ってもねライバル企業なんで、えー、手数料は50歩、100歩そんな変わらないですねだから今使っているところを別に変える必要はないですそれと今、まあ、オーストラリアに住んでいてアマゾン室に取り組む会員さんにね、えーまあ、仕入れ代金はまあ日本円あるいは中国仕入れなら中国元で支払うとで。どうやってね、えー、その 売り上げはオーストラリアドルで入るけど、まあ、どうやってね、えー、日本円とか、えー、中国円を、えー、手に入れましょうかという相談を受けてるんですけど、とりあえずオーストラリアに住んでる場合は、オーストラリア,ラリアドルでね、そのまま売り上げは受け取るのが、えー、一番いいです。まあ、手数料かかんないんでねで。それをどう送金するかって形ですけど、まあ、クレジットカードで払えるものはもうクレジットカードで払っちゃうと。 それがおそらくね、よっぽど金額がまとまらない限りは、一番、まあ、安上がりで、何より手間がかからないと。ある程度まとまった売り上げをね、えー、オーストラリアドルじゃなくて日本円にしたいとか、あるいはアメリカドルにしたい、ユーロにしたい、ね、いろんなそういう要望があったときには、まあ、多分、FX と送金サービスか、あるいはビットコインあたりをね、あたりをね、組み合わせるっていう形で、えー、対応するのかなというようなイメージです。 またね、これ、あの、実際に、えー、じゃあ、どういうふうにね、えー、送金しましょうかというときに調べます。何しろ今ね、送金サービスってビットコイン周りとかのね、えー、変動があるんで、まあ、正直、ね、半年後、1年後に今、ベストだと思ったものがベストかどうか分からないというようなね、今結構ね、えー、その、えー、お金とか、ね、ビットコイン通貨とか送金とかに関しては結構動きのあるときなんで、いずれの、いずれ、 最近が、えー、US ドルなのか日本円なのか、ね、変えなきゃいけないというような時期が来たときに、ね、えーまあ、あんまり今から、えー、調べておいても意味ないんじゃないかなと。でも私のスタンスとしては、ですね基本的にあんまり日本円にしておくっていうのは賢い選択じゃないのかなと。わざわざね。 えー、日本円のまま入ってきた人は無理に他の通貨にする必要ないですけど、まあ、アメリカとかね、中国あるいは、えー、オーストラリアにいるんであれば、えー、わざわざ、まあ、日本円に変えるのはどうだろうねという気がします。ねえーまあ、少なくとも、まあ、残高があるうちはね、えー、日本通貨以外の方が金利は高いというのが言えますんでね。 で急激に、ね、円高になる要因が何があるかって言ったら、まあちょっと思いつかないですからね、まあ、そう考えると、まあ、今の水準だったら、えーまあ、別に日本円でね、支、え、払、ー、する代金ぐらいはカードで払って、あとまとまったお金はね、えー、アメリカにいる人はアメリカドル、オーストラリアならオーストラリアドル、中国なら中国元でね、それぞれ持っててよろしいんではなかろうかというふうに思います。 まあ、為替が将来どうなるかっていうのは難しい面があるんですけど、まあ少なくとも、えー、その手数料とかね、えー、その送金方法についてはまあ調べればわかりますんで、まあ必要になってきたら、えーねえー、どれ良さそうだねというのを調べますんで、またご相談ください。以上、天馬アカデミー堀秀夫でした。